1961年かなに初めて東京に出てきて、で一番最初に着いた街が新宿だった。大阪から出てきてね、でとにかく新宿の駅前でまず途方に暮れたと。でそこから僕の50年にわたる新宿のねとの関わりっていうのこだわりが生まれたわけです。やっぱり僕の体質みたいなね、僕の持ってる体質みたいなものがやっぱりこう新宿の体質とね、街の体質とどっかでやっぱりこう似てるというか、そういう気がするんですよね。でその似てる内訳っていうのは、まあこっちは別にこれは僕は好意的に言ってるんですけどね、やっぱりいかがわしい、うさんくさい、でまたエロティックであるとか、そういういろんな要素がやっぱり僕なんかが持っているね、自分の中に抱えている欲望とかね、そういうものとやっぱりいつも常にこう肌でクロスするっていうのは、街の肌と僕の肌が、まあそういう感じですよね。やっぱ新宿にこだわり続けられるし、今でもやっぱ新宿いいなと思うしね。写真は僕あんまりアートというふうに考えないから、どっちかっていうと、もっとこう写真っていうのはね、ある意味こうチープでさ、ジャンクだったりさ、ポップだったりね、そういう方が面白いというふうにずっと思うたちなんで、だからそういう内訳も新宿にあるから好きなんでね。でね、昔から僕ね、自分の写真で T シャツ作るとか時計作るとかそういうの大好きなんだよ。そういうふうに僕の写真がこう例えばコミュニケーションね、伝わっていくとかすると一番いいよね、うん、まあそればっかりではないにしても、やっぱりそういうのが一番ビビッドで自分にとっても面白い。